趣味天理でもあるため趣味です。今回はでかい魚を釣りたい、まあ、そういうコンセプトのもと日本一、いや世界一、もうギネス級にでかいストレートワームをちょっと作っちゃおうかなと。そうすればでかい魚も食うでしょということで用意したのが今回こちら、ドライブクローラー9インチ、そしてフィックスはルアー。これも前回の動画で使ったんですけど、これめちゃめちゃ使えるからマジで。これは何かというと、ワームとワーム同士をくっつける、まあ補修剤みたいなんですけど、そういうものです。これとこれを使ってギネス級に長いストレートワームを作っていきたいと思います。いくぜ。はい、ポリーンとね、これこれモーニングドーン。相変わらず臭いね。いい臭さだよこれ。このストレートワーム、どうやって世界一長いストレートワームにするんやっていうと、ガチンガチンとこれの繰り返しで超長いストレートワーム作っていきますんで、いっちゃいまーす。こうだからね、ちょっとカットした方がいいかもしれない。ちょっとカットしてね。まあこの辺は大体でいいっすよ。ポチッとこうなりゃいいんだから。要はでかいからね、たっぷりめでお願いします。ガチンと。ちょっと待ちます。あー、いけるいける。あ、いってるいってるいってるよこれ。来てん。これでは相当長いよ。で次、細くなっちゃってしまっている。これはどうするのかというと、やっぱこれも切っちゃいますね。切っちゃってまっすぐにする。ドライブクローラーって切り替わってんだよね、形状が。だからこっからカットしてます。カチッと。いいね、ワクワクすんなこれ。カチンとくっつけるだけ。いきますよ。めめ、非常にいいよ。でこの待ってる間にこっちも切っちゃいましょう。ここ切ります。ここやばいやばいやばい、来てる来てる来てる、マジで。一工夫してるんですけど、モーニングドーンってこっちとこっちで色違うんですよ。くっつける時に色をわざと逆にしてます。なんとなくね、そんなことやったら魚釣れんじゃねえかな。妄想こそ釣り人の楽しみ。これ交互になってるからさ、太い方と細くなってるでしょ。でこっち細いじゃん。でこっちこうつけたら、太い方がちゃんと前になって、細い方が後ろになる。ちゃんとストレートワームになるよ。よし、こっちも切ります。これを切ってますから、この部分をね。いよいよ最後っすよ。たっぷりね。ガジン。断面がまっすぐだとくっつきが早いね。すごくいいねこれ。でこれ今思ったんだけど、ドライブクローラーのさ、先端これ切ったでしょ。これもくっつけたらなんか釣れそうだよね。釣れそうじゃね。くっつけよう。これ絶対釣れるわこれ。はい、できました。やばいよこれ。今危険だよ。危険だけど、ちょっと一回ね、やっぱ見せないと。お、ほらこの長さよ。超長いよマジで。これやばいのできましたよ皆さん。これはワクワクするでしょ。これスナックレス猫だな。副産物的な感じでできちゃったんですけど、ドライブクローラーの先端カットカットしたもの同士をくっつけてみたんですよ。これ超釣れそうじゃねえ。これも絶対釣れる。でケツバージョンのドライブクローラーのカットバージョンをくっつけました。思わぬ副産物。これ絶対釣れる。これ世界一長いストレートワームを使ってデカバスを狙ってみたいと思います。ということで趣味でした。またね。でもこれどうやって保管するんだこれ。謎。